はい、ということでこんにちは、つてつてこと哲也田中です。さて、すっかりですねウェットの人となってまいりましたけども、エクスプレインのシーナリー編集、RJGG セントレア編ということでですね、前回からね、まあ、昨日の配信からやり始めているんですけどもね、まあ、昨日はかなり、ウェットの説明、ワールドエディターの説明等々ですね、かなり時間を割いてやったのでですね、もう今日はいきなり作業に行きたいなと思いますがですね、まあ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 、そうは言っても、まあね、何をやるのかというのをですね、まあちょっと分かっていただいていないと、多分知らない人からすると本当のちんぷんかんぷんな作業なので、こういうことをやってますということをまずは説明したいと思います。ということで、本日の、作業内容となります。今日の作業、昨日の、まあ、とりあえず続きとはなるんですが、まあその配信外で、進めた作業っていうのもありましてですね、まあその続きとなります。でですね、まあ昨日の配信の中で、やったことでもあるんですが、まず大きな目標というのが、エクスプレイン12の標準の動く、ジェットウェイに置き換えるということが、まあ大前提になります。これですね。で、使っているのは、2018年頃に最終更新されたゲートウェイシーナリーを使用して、かつそれを編集していると。いう感じで、作業としてはですね、もうほぼほぼ最初から取り掛かっているというのが、まあ昨日の配信時点という感じでございました。で、その昨日の前回のですね配信中に、スポット2番から16番までのブリッジオブジェクト、の置き換えと、動くジェットウェイにしたと。これはですね、なんでジェットウェイだけ交換するっていうのにしなかったかというと、セントリアのね、もともとの、シーナリの仕組みというか、シーナリに置いてあるオブジェクトの中にこのブリッジがありまして、そのブリッジがですね、今のアセットにすると高さが合わない、だから浮いてるように見えるんですよね。なのでとっても不自然に見えるということで、今の、ウェットの提供しているですね、まあ多分これエクスプレイン12の標準のアセットなのかななんて思ってるんですけども、そちらに変更して、かつ、それに合うように高さを合わせた、でかつ、動くジェットウェイにしたという感じになります。だから作業としては2つずつやっていってるという感じですね。1つのスポットにつき、はい、という感じになります。でですね、まあ、配信後も、作業を進めたわけなんですけども、今朝ですね、まあ、Google の Keep の、ね、メモの中を見るとですね、ちょっとなんか、怪文書かなって思うような、メモがありましてですね、こちら、情緒不安定スポットとしてですね、1番、2番、6番、7番、8番、9番、10番、11番、12番、14番、17番、18番、19番、24番という感じですね。このね、人たちはちょっと情緒不安定。どういうふうに情緒不安定なのかっていうところもね、含めて、ちょっと、見ていきたいなと思います。はい。で、今日の配信のね、スタート時点、の状況なんですけども、先ほどもちょろっと言いました通り、一部のスポットのジェットウェイは、調整をしました。ただですね、このね、ちょっと色変えてある通りですね、ほとんどのスポットのジェットウェイがですね、かなり情緒不安定です。セサさん、みたいな、セサさん握手してください、みたいなね、ああ、近い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 。お前近いわ、ああ、そんなこと言うのに、みたいな感じですごい近いんですよ、飛行機と。なんで、その位置の調整ですね。で、これどうやったら調整できるのかな。で、なんでこれが起こったかっていうと、ウェットの中で、描画が OK だったんですよ。あ、これならいいなと思って見てたら、ゲームの中では結構かなり予定、だいぶ前のめりのスポットに、ジェットウェイになってたので、
あ、なんでかなと思って、ちょっとね、いろいろといじったらば、原因が分かりましたので、まあ、その辺もお見せしていきたいと思います。まあ、他にはですね、他にやったことと言いますと、3つ目ですね、駐車場のオブジェクトを調整したということになります。これ、多分今のセントレアのゲートウェイシーナリー使っておられる方ですね、もいらっしゃるかなと思うんですけども、これ見ていただくとですね、ターミナルの、ね、近くの駐車場ですけども、くるくる回る車がこう降りたり、登っていったりというね、立体駐車場あるあるな、くる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 回る通路、あれがついているものになってるんですよ。ただ、実際の航空写真見ると綺麗に長方形になっているので、まあそれにしたっていう感じですね。まああと、この駐車場のオブジェクトに関してはちょっとね、今の航空写真に一部合わせてあります。もう一部にしてあります。これやり始めると本当にキリがないので、はい、今のところ、まあ、なんかこうこんな感じかなぐらいの感じでね、はい、であとですね、昨日ちょっと、配信のディスコード内でも貼ったんですが、拡張エリアですね、あ、見つけちゃったっていうやつのタクシーエリアはですね、まあまあまあ仕方なくね、仕方なく引いてみた。うん、でももう、もう満足です。僕的には。あ、OK、OK。おぉ。工事現場とかで、言うとですね、まあ、こう、ね、閉鎖して、そこからですね、まあ、地ならしをして、で、綺麗にこう、平らに整地されるじゃないですか。その状態にしたんですよ。まあ、僕満足です。綺麗綺麗。もう、いじりたくないっていう感じで。はい。そんな感じでやっておりました。で、かつ、一番最後ですね。一番、ですけども、一部建物に支柱を配置しました。これもね、ちょっと、スポットとすると、一番にあった、これオブジェクトになるんですけども、これもちょっと建物のアセットを変えると、位置がね、ちょっとずれたので、これはまあ、あれ、これってどういう風に、配置してんだろうなと思って分解したらばね、なんかこう全連続する感じで置く方法っていうのが分かったので、ああこれは一個一個置かなくていいんだっていう感じで、はい、できたので、まあまあまあそれをやったという感じになります。で、まあまあ、作業をね、これから進めていくわけなんですけども、まずはですね、ちょっと、前にコメントいただいてた鹿さん、がおっしゃってたね、ジェットへの、動くようにするっていうのが結構、最初の目的ではあるので、とりあえずですね、まあ、進めていった中で、先ほど言ったジェットウェイ の情緒不安定感がねなくなった時、はい、全てのスポットで「あっすさー」みたいな感じで来ないように「すさー待ってましたー」みたいな感じでね、ああちょ距離近い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 顔近い近い近いみたいな、お分かったから分かったから、はいはいはい、握手だ、ちょっとごめんなさいみたいな感じでね、なってるんで、それをちょっとまあ、ある程度ね、2歩ぐらい下がった感じにするっていうのが、目標なので、それがまあ、落ち着いた時に、一旦ディスコード内でね、シーナリーのファイルは公開するようにします。で、まあ、先ほども言った拡張エリアなんですけども、これはもうとりあえず置いときます。もうこれやる始めると、終わりが見えない。ということで、まあ、とりあえず飛べればいいかということですんで、まあ、そんな感じで、作業を進めていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。さて、ではではですね。さあ、実際のね、このウェットの画面、見ていただきながらですね、まあ先ほど言った、この、どこだっけ、
そのあれですよね、情緒不安定なスポットをね、直していこうかなという感じでございます。さあということでね、ちょっと僕が最初に調整したのがこの20番スポットなんですよ。20番スポットはもうちゃんと、なっております。まあしかるべき位置にいるというか、そんな感じになっております。なんでなんかすごい近くなったのかなと思いながら見てたら、結構ね謎が解けた部分でもありますんで、20番これですね。よっこいしょ。左下にね、3D のプレビュー見せるようにしてあるんですが、まあこの状態で一応ちゃんと動くようになりましたんで、まあこれに沿ってですね、進めていきたいなと思います。これねもう結論から言うとですね、このジェットウェイのこの点ですよね、これっていうのは実はこの実際に描画されるで、かつオブジェクトの最初の長さを見たときに実際に表示される、あ、ゲーム内でですね、このプレビュー内じゃなくてゲーム内で表示される座標っていうのは、この機体に向いてる一番、近い点ですね、これですね、こいつです、こいつが描画点になるんですよ。でこいつをいじっても全然こうね、向き変わらないし、これ何のためのこのね、あ、まあ向きは変わるか、向きだけ変わるものの、照射のこのね扇形の照射の動きは変わらないし、これ何のためのパラメーターかなと思っていたらですね、これは描画なんですね。描画の位置を変える。だからまあ奥にやればやるほど、まあ、短いジェットウェイだったら奥に行くっていう感じっぽいので、まあそれに、まあ、あやかってと言いますか、それをちゃんと頭に入れて、ちょっと調節していきたいなと思います。でですよ、その情緒不安定なスポットは20番終わりました。どっちから行こうかな、24から行こうか。じゃあこっち 3D で言うと一番あれですね、スポットのあるあの端っこ、ここだっけ、あ違うわ、サテライトっぽいとこですね。でちなみにこれ 3D で今お見せしている支柱を置いたっていうのはこれです。これはさすがになんかね、ジェットウェイ1個の柱で支えられるような代物じゃないんで、ね、通常はこういう風にここに支柱が立ってますよみたいな感じでやってはいるんですが、そんなわけないということで、まあ、この、ね、方法も反対側の1番から、まあ、拝借してきたという感じになります。これが絵だとね別になんか遠くはないんで、ああ近くはないんですよ別にね。まあちょっとこの頭がというかね、ジェットウェイの頭がはみ出てるかなぐらいの感じでいるんですけども、実際にゲーム内で見るとかなり寄ってるんですよ。この、スポットの黄色のね黄色い線の内側にお入りくださいみたいな、ギリッギリにいるんですよ。いやいやいや、そんななんかお入りくださいとは言ったもののですね、そこまで近づけとは一言も言ってないっていう、いうところにおるんで、こいつを下げます。でこいつっていうのが言ったらここなんですよね、この点、ここが言ったら、ジェットウェイの実際の描画の足の位置になるんです。これ 3D プレビューだとねだいぶ後ろになってますけども、視点的にはここ2点目ですね、2点目になるんですけども、実際の描画はここってことで、なので単純にここに関してはこういう風にやっといたらいいんじゃないかと僕は踏んでます。言ったら一番ね機体側に、寄っていく。でね、あと細かいこと言うと、この状態で
まあ、機体の方にね、あの来るわけなんですけども、動くジェットウェイが。でできればこのね制限エリア内というか、この黄色い線の内側で動かしたい、ドッキングしたいっていう感じなんですけども、ちょっとね僕の覚えていることが少なすぎるのか、どうやってもやっぱりちょっとはみ出すんですよね。うん、なんでもうそこは目をつぶっていただこうということで、とりあえず情緒不安定感を全部払拭していくということで、目的はねそこということで、とりあえず24番終わりました。はい、次、近い順からいきましょうか。19番、はい、他はねまあ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 それなりにあれなんですよね。19はどこですか。あとね書いてないスポットが何個かあったので、21番とかね20番とか書いてないスポット、これ北側にあったんでちょっと書き足しておきました。これ難しいですね、これ1からというかピックアップしてやると。僕あれだからシエラセブンゲートウェイ作ってる、ねあれやりましたけど、よくできたなと思いますね。まあうまいこと廃止、あ違う違う、あれ並べりゃよかったからいいんだ、こういう18みたいに。書いてなかったのが単数というかね、一桁のやつなんですよ。一桁だとこの長さ調整とかもね自分で目視でやらないといけない、だから結構ねビヨーンって伸びたりするんですよ。何でしたっけ、19番でしたっけ、あこれここですね。じゃあ19番いきます。 3D の方も19番に向かって、だからこのプレビュー上では何の変化もないところもあるかなと思うんです。ここか、はい、ここですね。うん、はい、ではでは多分これも、あこれ自体が結構寄ってんな、これはちょっと下げたいな。うん、で君はさ、あやっぱりか、これがはみ出てるんだ、だからこれがはみ出てるからものすごく前に見えるんですよね。うん、あそういうことか。なるほど、すごい情緒不安定なね感じになってると、はい、いう感じなんで、まあまあまあこのぐらいにちょっとしておいて、まあかろうじて前まっすぐぐらいにしておくぐらいで、はい、いいかなと思います。あ、ヒガさんですね、どうもどうもこんにちはです、格闘お疲れ様です、どうもどうも。今日はですね、情緒不安定な、ジェットウェイをちょっと引っ込めていくと。距離感がすごい近いジェットウェイが何個もあったんで、実際にね描画するとそれらを片付けていってます。はい、19番終わり、次18。18番、ちょっとねこれディスコードにもね貼り付けたんですけど、どこだっけ18番、あこれ奥か、奥の方だ、そうか、この点の意味がちょっと分かりましたわ。ジェットウェイでなんかこのさ一番最後のこの一番寄ってる点って何なんだろうなと思って見てたんですよ。適当に置いときゃいいのかなと思ったら、これが言ったら足の位置になるんですよ、このこいつの。この足の位置になるんで、これだったらもう優に黄色い線超えてんですよね。あー、ステさん握手してくださいみたいな、あ近い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 みたいなね。あそんなこと言わずに、いやいやいや。スタッフ。そんな感じで、なんでとりあえずねちゃんと指定のねコーンが置いてある向こうに行ってもらいます。もうこの辺でいいでしょうっていうね感じで、照射はここじゃないんですよね、ここはもう足の位置なんですよね。うん、はい、18番終わりました。終わりです、これ18番だよね。で17もそうだっけ、確か、はい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 、あそうですね、17 OK、 とりあえずとりあえず、あこっちで、こっちを動かしたら、あでもいいのか、
どっちがどっちか、ああ17になってますね。ほい、日向さん、そうなんですね、まさかその位置だったと初めて知りました。僕もです。これ実際描画してみて初めて知るってまあまあありますよね、これね。なんかだからまあなんかこう知っていけばいくほどなんかこうね、あの沼にはまっていく感じズブズブとね、なんかね、ほらほら、これもだからそれでいくともう完全にコーン超えちゃってるんですよね。あ、捨てたーみたいなね、もうもうキモいとは言えないしなとかねで、これに関してはちょっとね、この2点目もちょっと寄りすぎるわ、うん、ちょっと引いてくれた方がいいかな。だからスタッフの位置がちょっと近すぎるんですよね、スタッフがちょっとスタッフあのちょっと落ち着いてみたいな感じなんで、これだとね本当に近いで、実際にこの描画通りにね、あのある程度行ってほしいので、まあ、これで全然いけますよね。うん、OKOK。これで多分うまいこと赤線内にはあの収まってるはずです。OK。17番。終わり。次。14。本当かこれはなんかね、一個一個あの調べていかないとなんかちょっと不安になってきました。ああ、まあまあでもこれはまあまあいい位置にいるね。まあまあでもね、ことのついでにちょっと直しとかないと絶対後で忘れますからね。あ、これも意外と、もう、もういい位置にいるね。ああ、違う。はいはいはい。今何番だっけなんだっけ。で、このシーナリー、セントリアのシーナリーですけども、とりあえずこのジェットウェイの関連の作業ですね、まあ多分この配信中で終わるとは思うので、これが終わったら、あのディスコード内でポイッと、公開したいと思います。ディスコード内のね、フライトシムテクストチャンネル、で公開したいなと思っております。そう、だからこれもだからなんで、14? でしたっけ?これか。あ、でも意外とさ、14って書いてたよね。14だね。あ、そうなの?意外と近かったんだ。日向さん、セントリアの新しいエリアは未修正だったんですよ。そうなんですよ。そう。いやー、まあね、このデータ自体がかなり古かったんでね、6年、7年ぐらい前のやつなんで、はい。まあ、しゃあないかなとは思うんですけど、あれ。あれをね、ちょっと手つけ始めると、ちょっとね、必然的に時間がかかるんで、まあ、とりあえずセントレアのジェットウェイが動けばいいかという感じが、まず第一のゴールですね。はい。で、12番もそうでしたっけ?これ12ですよね。日向さん、新築工事楽しんでておすすめです。ありがとうございます。やっぱり、いや、日向さんはそっちの人だろうなと思ってました。まあ、確かにね、なんかいろいろ知れますよね。あ、これってこういう仕組みで、ね、やってたんだとか、それこそ、あ、これ近いね、確かに。これもちょっと、あ、違う、これじゃない。こいつだ。こいつですね。ああ、もう白線ギリギリですね。ダメ。ちゃんとスタッフも後ろに配置しておかないともね。本当にもう。素人じゃないんだろうね。あれ、これどうかな。あ、そうね。そういう感じにしてほしいかな。要はこの頭ぐらいとかにしといて、これで、まあ、位置合わせとくみたいな。12番終わり。あ、 3D 全然動けてなかったですねごめんなさい。これでもね、 3D 見てて思ったんですけど、全然やっぱりね、場所自体がほとんど動かないので、まあ大体の位置で、はい、固定させておきます。で、次11番ですね。そうだから、こうちょっとね、この動くジェットウェイにしても、置いて初めて気づいたっていうのもいっぱいありましたからね。
いやー、やばいですね。こういう作業に目覚めてしまうと本当に飛ばなくなりますね何も飛ばなくなりますね。あ、こいつあれですね。あ、ダメですわ。これはもうつまみ出されるイベントだったらもう見れないやつですね、いわゆるあれですね、飛行機界でいうあのリマに当たるやつですね。リマークスダメですね、つまみ出されますヒューガさんめちゃくちゃわかりますね。いやー、これダメですね。いや、今日もね、なんかこう飛ぼうかな、飛ぶ配信しようかな、で僕ちょっとね、明日明後日し明後日かな、ちょっと配信ができないので、ちょっと今日ね、イレギュラーな時間ではあったんですけど、やらせていただいたんですけど、まあ、それ向けにちょっとねテストでもやっとこうかななんて思ってたら、全然こっちの方がはかるんですよね駐車場なんかいじったりしてねおお、こうなるとこうなるんだ、楽しいとかもね。怖いですわ、これは怖いですわ、もうダメダメやばいですね。ほんとジンさんが2ヶ月ぐらいなんかあの沼にあのね入ってたっていうのはもう、ものすごくわかるし、ね、もうヒューガさんも那覇やっておられた時なんてもうほんとそんな感じでしたもんね。いやー、もうそれこそ那覇なんてがっつり新築工事ですもんね。あれって確かもう第二滑走路からでしたっけ。仮にそうだとすると、あのエアポートバウンダリーからいじりらないといけないってことですよね、確か。うえーすごい。ああ、もうこいつもあれですね、ああ、つまみ出されますわはい、ダメーみたいなね。はい、リマです。この人でリマです。何番でしたっけ、10番でしたっけ。10番ですね。10番にいた人はあのリマです。リマークスですね。はい。おい。から、あ、これが全然違うっちことですね。だ、これもね、そのプレビューである程度は見れるんですけど、これはあくまでプレビューだっていう感じですね。これの精度はちょっと上がってほしいですね。実際に触り始めて分かりましたけど。今ってこのねプレビューって、例えばまあセントリアはそうでもないんですけど、ここら辺が実際のシーナリーだと丸っこくね、あの曲線処理してるものもあるじゃないですか。まあまさに僕の今あの編集してる新千歳なんてその処理ばっかりなんですけど、丸処理を表示してくれないんですよね、区画のまんまなので、まあ、本当なんかおまけ程度のプレビューだなぁと思いながら日向さん、波が来ると楽しくなっちゃいますよね。ですよね、第二滑走路はかろうじてあったので助かりました。あ、なるほどなるほど、あのタクシーウェイのねあれですよ。あれか。で、あとあの各スポットのリニューアルとかね、あの辺ですよね。いやー、それでもすごいっすわ。それをねできるっていうのはすごい。そう、まだね僕スポットに手をつけてないんですよ、まあ、どうでもいい、あのねエアポート外のエアポートの外のあのオブジェクトを置き始めるっていうねここ駐車場だよねとかも言いながらで僕10番まで行きましたっけ。10番のあれですよね、不審者を情緒不安定な人はちょっとあのね書いてもらえ、あの ここの人もあれですね、ちょっと情緒不安定ですね、ダメですね。誰ここのスタッフ本当にもうどこのあの警備会社がやってんだほんの頼むぜもう本当これが今度からツアー来てくれなくなっちゃうよ次8番9番 OK 8番にもいるよ8番にも不審者いるよ8番の不審者だいぶひどいよ、ここ誰だ、どこ警備これ本当にもう頼みますよ
そう、こういう作業はちょっとね、まあまあある種あれですよね、一時期それこそみんなでやってたあのクラフトピアとか、まあそれこそマインクラフトとかね、ああいう系ですよね。作り始めると楽しいっていう。8番まで行った？8番まで行け。もう誰ここのなんか北側一帯を牛耳ってる人。8番まで行ったね。OK。あとですね、そういえばおまけなんですけど、これ実際にもなんかあるのかないのか分かんないですけど、どこだったかな。9番のこのスポット番、番号がなかったんで追加しました。で、これ7番かな、7番ですよね。7番もないんで、ちょっとまあまあ貼っとこうかな。ペタッとこう貼っとこうかなという、感じでございます。8番いったね、7番だね。7番もだいぶ情緒不安定ですね。これ情緒不安定なところと、そうでないところ、通常なところと、まあ、あえての比較で、ちょっと7番キープしときましょうか。あとでちょっとね、エクスプレインで実際に見ていただく方が早いかなと思いますので。あ、7番です、7番。7番キープ。で、6番、次、21。6、21。ちょうど並んでるスポットの方が分かりやすいかなと思うんでね。あー、出てるね。出てますわ。はい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 。あー、でもこれ本当意味が分かってくると本当に楽しくなるんですよね。あー、ダメダメダメ。あ、そういえばあそこもみたいなね感じになりますからね。現に僕オーストラリアのブリスベンがそうなってるんですよ。ブリスベンに関してはこの建物からジェットウェイが、動くジェットウェイが明らかに浮いてるんですよね。浮いてるというかもう離れてる。だからジェットウェイがもうこの辺にあるとかそういうレベルなんですよ。逆に言うとそれでもアプローブドもらえるっていうのが、あ、そんなもんだなと思って。要は辻褄が合ってれば、シーナリー上の辻褄が合ってればいいんだと思いながら。もう見てちょっと笑っちゃうぐらい、あれでしたからね。まあまあびっくりしましたからね。で、あ、これもじゃない？ 5 番もじゃないかな。4番か。意外とね、みんな情緒不安定。誰ここの警備、ほんと。これもちゃんと直しておかないと、後でめちゃくちゃめんどくさくなるんでね。どこ直した、どこ直してないっていうのがね。もう、無条件にビーっとこうね、はい。行ってもらいます。はい、はい、お疲れ様です。どこだっけ？あ、これはもうここでも、はい、はい。あ、ダメダメダメ。よいしょ。はい。次。これラストかいね。あ、ラストっぽいですね。これがなんか右から出てるんですよね。で、右から出てる一番この、先っぽ。あ、先っぽでもこそ、ここまで長くはなかったな、意外と。この辺にしてほしいんです。一応なんかね、写真としては、この一番スポットはもうなんか遠くの方の写真しかなかったんで、こうかなっていう想像です。とりあえず動作をさせましょうみたいな。そんな感じですね。OK。だいぶいいんじゃなかろうかと。7番だけ残してるって感じですね。とりあえずね。よし。てな感じでいけたので、大体は終わったとは、お、終わった、これ終わってんのかな。あ、線としては来てるね。はい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 。こっちはさ、こういう風にちょっと引くと、あー、でもね、ちょっとね、もうちょっとかけたいかな。そう、そういう感じでかけたい。こういう感じにしときたいんですよ。OK。よしよし。これは、そうだね。OK。いいですね。OK ですね。はい。
OK ですね、はい、もう本当あれですよね、こういうなんか地味な地味な作業ですよね。まあ昨日のね配信、前回の配信でも言ったことですけど、本当こういう作業を皆さんやってのゲートウェイ C なりが成り立っているのでね、本当本当ねぎらってあげてください。もうよし、 OK 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 OK。 あーここもちょっとあれだな、ちょっと より気味だね、ちょっと警備員さんにちょっと かかってるねちょっと警備員さんよりも若干まあ一歩引いたぐらいにねしてほしいですよね。あーこれもそうですね、ちょっと情緒不安定。あーそこじゃないのよ。あでもなんでこれこれごと下がんの。あーびっくりした、僕のあれか、洗濯ミスか。 OKOK、OK OK、了解です。照射は合ってるね。 OKOK、OK OK、いい、もう何番とかもういいやあこれもだ、これ別にあれだよね、7番ではないよね。よし、あそうね、これはこの辺じゃないかしら。 OK、24番は直したよね、直したね。 OKOK、OK OK、もうスタッフの3歩後ろぐらいに行きましたね。よしよし、でここはないと。でかつですね、まあ噂の拡張エリアですね、ここですねこの辺り、とりあえず寝る前にちょっとね座布団引いたみたいな、そんな感じでやっておりますよし、そんな感じでとりあえず、はい、今日のね、目標としてはまあこんなもんだろうということで、じゃあですね、まあ、これがエクスプレイン上でどういうふうに、表示されているのかっていうのをちょっとね実際に見てみたいなと思います。さあではちょっとね、そうだからまあ本当プレビューっていうのはまあね本当にちょっとした参考にしかならない、まあまあこんな感じ。まあ一番でも参考になるのはあれかもしれないですよね、どっち向いてるか、それこそ配信中でも何回もありましたけど、ジェットウェイのね出し方がもう逆とかね、そういうことも結構ありましたんで、まあそれが避けれるっていう感じはありがたいですよね。まあ上から見りゃね、ウェット本体で見りゃ分かることでもあるんですけども、まあ大体どういう感じで生えてるかとか、まあ生え始めですよね、ジェットウェイに関してはその辺が大体見えてくるので、まあありがたい点ではあるかなとは思います。さてとコスプのサウンドの A321 をあれかな、ちょっとボリュームを抑えめにして、でエンジンかけた状態でエンジンかけた状態でし読み込んでみましてって感じですね。このジェットウェイ自体はあれですね、多分エンジンかかってても全然反応はすると思うので、ちょっとまあ実際にね機体を動かしながらちゃんと動作チェックですね最終のねもうあ間違えた、もう間違えました、僕ウェットのセーブはしたものの、エクスプレインの方式にエクスポートしてない。あー、すごい無駄な時間を過ごしている。過ごしている。あー、読み込まないで。読み込まないで。これね、結構あるんですよね。あ、そうだったぜ。これ、ちゃんとね、やっとかないと、みたいな。そう、セーブはまあこまめにはしているもののみたいなね、そんな感じですよね。よいしょ、
さあもう一回ちょっとねエクスプレイン切っていただいて、はい、ついでにコントローラーもね、つなぎまして、エクスポート、はい、ワーニングはあれだよね、建物の高さだけだよね、おいおい、あとまあタクシーウェイのあんたらうんたらかんたら、よし、さあ改めまして読み込み読み込み少々お待ちくださいね。で、スタートウィズエンジンランニング OK です。あーコーヒー欲しいあでも昨日に比べるとあの作業量は少ないんでね、はい、とりあえず今日の目標としては軽く、クリアできるかなと思いますし、あの今日のね配信自体も、まあ、いつもよりもかなり遅めの時間にねあの急遽始めさせていただいたという感じなので、かなり大変時間にはなるかなと思いますんでね、はい、まあ、その中でできることで多分今日中に仕上げて、このね動くジェットウェイの状態で、ディスコード内でですね、こちらの配信のディスコード内で、公開させていただきたいなと思いますんでね、まあよかったら、使ってみてください。しかし昨日の配信はもう本当にあのあれですからね、もう何ていうんですか、あのコーヒーコーヒーコーヒーでしたからねさあではでは、はい、実際のエクスプレインの画面ですね、ちょっとまあもうエンジンかけた状態であの動かすっていう感じでね、いきたいなと思います。とりあえず今20番ですね、のスポットにおりましてですね、まあこの情緒不安定な、ジェットウェイさんですね、あの何が情緒不安定かっていうとですね、この足足がですねもう黄色の線はみ出してたんですよそれはさすがにっていうことでちょっと直しました、はい。でまあ一通り見てですね、一応中には入ってるかなとは思いますんで、まあそれでもやっぱりまあなんとか入ってるかなぐらいの感じのやつですね。あと7番ですね、7番あの情緒不安定って何が情緒不安定だったかっていうと、こういう感じであのはみ出してるんですよ頭がねはみ出してんですよ多分でもちょっとねあんまり変えてはないんで、全部が全部こうね収まってるわけではないし、もともと出てるっていう感じのところもたくさんあるはあるんですけども、とりあえず初期の位置としてはいいんじゃないかなという感じですね、はい。鹿さんどうも Thank you so so much for stopping by. It's great to see you again. Me too. You too. You too. I'm working on RJ GG Romeo Juliet Golf Scenery. As you mentioned on my Discord channel, and I watched the fire of the Central, which is a very classic, which has classic jetway right now. But I'm, as you can see, I'm working on.Travis default jetways, which is movable. So I am checking the how it works
correctly?And I had changed、some objects to the present、word editor、version、which is、not acceptable、some、elements like this、object is, was a former one was bridge but、bridge is、bridge has mismatch to this current Xperia 12 jetways because it's not matched the height, so I had to change every single bridges. So yeah, it's a tons of work, but hopefully, まずとりあえず20番行きましょうか。OK ですね。動いてますね。OK ですね。よしよし。あ、なんで、ストロボライト履いてんの全然関係ないけどね。OK、OK。とりあえず、ここ動けましたね。OK です。よし。じゃあ、ここ動いたということで、ちょっとまあ実際に動かしてみて、ざーっと、ね、全部 の、 あの動作チェックやっていきましょう。And also I will publish、these files、if it is、working correctly, the jetways are correctly, so、on my Discord, so hopefully、you can use that.さということで、とりあえずざーっとね、これまあ分かりやすくも24番からいきましょうか。すごい細かいですけど、クラップ下げる一応ね、And also I changed the object this building which is、not suitable on current、scenery asset. So, so we check the how it works, the jetways on every spot. So,あ、そっか、ここはあのオート DGS あの動作しないようにしてるから全然大丈夫なんだ。 OKOK、まあ、とりあえずざーっと、まあ、それっぽいところに止まってみて OK 動く OKOK24 番 OK はい OK ですはいこれさ、このアドオンってちなみにこれリバーサーでバックできるかなあ、できるねなんとなくバックしてるね。オッケーオッケーオッケーもうほんとごめんなさいね。動きやすいね、あれでやったらよかったんですけどね、あのデフォルト機で、まあ、それもありかなとは思ったものの、まあ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 、一応標準的にね、僕がよく使うトリスでやった方がまあ早いかなという感じでやっております。さーて次23番、次おい、あー戻って戻って戻って、うん、危ない危ない危ない、危ないぞ、急なブレーキなんとかかんとかですね、標語でなんか出しとあ、危ないぞ、急
急なブレーキ転げちゃう。うん、オッケー。思いっきりかけましたからね。はいはい、行って行って。じゃあ、ちょっと行く。ういフラップ出しながら、出しながらえらいことやってますからね。さあ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 、とりあえず23番。まあ、これもね、だから、まあでもトリプルとか来ても、まああれか、頭は使えんね。大丈夫だね。よしよし。大丈夫だろう。はい、この辺まで来て、OK。OK。動いたね。よし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 。OK、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 OK。OK、大丈夫。はい、もういいです。はい、次。次、次。あー、でもな、ここから行くとなるとな、ちょっと厳しいな。やっぱりリバーサーバックはいいな。普通にパンクしそう。俺なんかあの180度ターンできるかな。うん、よいしょ。あ、うまい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 。これ今何をやってるかというと、変えたジェットウェイの動作チェックでございます。あー、そっちまで行っちゃダメ。一回止まって。 OK OK、 はい、来て。普段やらない雑な動作。あー、そっちまで行っちゃダメ。はい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 、こんなもん。いけるね。意外といけるね。OK、OK。ほい。ほい、22番ですか ?OK ですね。ほい、OK。あ、次、ちょっと、リバーサーバックいきましょうか。シカさん、It's been looking forward to the day this airport would be improved. Thank you for the wonderful job.、Thank you so much. I really appreciate it.、I really appreciate that words. That's your words. Yeah.Once I started, you know, the...First of all, the changing of the every jetways, it is kind of unstoppable. Once you started, you noticed the slight problems on.Each spot, so yeah. But I will publish on my Discord. I will publish this file on my Discord within today or tomorrow. So in a day. So yeah, it's kind of a simple work. The first object.Was the you know the jetway works or not? So yeah, it is kind of a pre-release version, but I hope every jetway on every spot is going to be worked correctly. So.It's gonna be, it won't be, you know, far away. よし、ウィ。いいね、動くね、動くね、動くね、OK。結果的にあのリバーサーバックが一番良かったっていうね。この飛行機絶対壊れる。え、ちょっと待って、なんで?ブレーキ、あれしてるよね。どうしたどうした、あれかけてるっけ、パークブレーキ。え、どうしたどうした、あ、かけてる、あ、ほんと、ごめんね。はい、
リバーサー。OKOK。いいよ。とりあえずは、21番まで行きましたね。ほいほい。下がっとるね。OKOK。シカさん、I'm looking forward to the release. Oh, yeah.except jetways and bridges, there are tons of work to do. So it is going to be tons of work, and it will take a long time to optimize. But only the jetway is very coming. So.As you might know, the proper airport is proper airport has expansion area on south, which has a new spot for the LCC carrier. So yeah, it is not available for now. So.Yeah, I have to adjust the jetway, and after that, I have to, start working on the new spots, which has tons of work. And also, I'm working on Shin Chitose, New Chitose Airport. So, yeah.My plan is to finish the RJCC at first after this Centralia's jetways. So yeah, Centralia's expansion area is after that. So OK だね。これも動くね。OK。これか。今、大丈夫ね。OK。一個一個ね。やっぱりあれかな。このトリスじゃなくて、ちょっとね、機体変えましょうか。デフォルトの、あれにしよう。最低ションにしよう。これ、ジェット機じゃないとね、スポット反応しないんですよね。なので、スポット今、10か20、ちょっと待って、今、何番にいる？何番におるんや、わしは。20番。あ、20番まで戻った。20番別に問題なかったのにね。よいしょ。OK, OK。じゃあ、19に湧きまして、19番に湧きまして、おいで、サイテーションで湧こうか。エンジンランニングでね。はい、OK です。うん。By the way, thank you so much for stopping by and seeing my, working progress screen. So, よし、これで結構あれは効くはず、小回りは効くはず。これってさ、パークブレーキどれだっけ？これだっけ？あ、これか。もう話あんだね。あ、うっさ。うっさ。ちょっと待って。ここのスポット。そう。あ、OK。OK だね。はいはい。もうこれ、はみ出るのは仕方ないね。OK でーす。さあ、行きましょう。めっちゃエクステリアうるさい。さあ、動作チェック。まあ一応ね、あ、こうすれば動作するんだっていうのをちゃんと分かっておくっていうのは結構大事なことなんでね。でもこれあれか、10、これ9番だよね。意外と前来てるなっていう感じしますね。そっか、こんな前来るんだ。ってことは、やっぱりもともとの T
点を奥にやっとかないと奥からスタートしないというか、そういう感じなんですね。あ、問題ないっちゃ問題ないですけどね。あそう、この辺りに多分もうマーカーがあると思うので、マーカーというか勝者の、ね、範囲があると思うので、はい、 OK ですね。よしよし、 OK。 あ、これこそあれでしょう、リバーサーバックいけるでしょう。あ、全然あれですねすごい勢いでバックしてくれるさすがデフォルト機、いいね。いよいよそういうの好きよいよいよで、こういう車かなでね、気をつけないと、これちょっとね、前、あ、浮いちゃうからね。はいはい、18まで来ました、17、はいはい、17。OK。そうだよね、ちょっとやっぱ前に来すぎてる感はあるので、やっぱりそこら辺はちゃんとチェックしないとダメですね。まあ。とりあえず今日のところは動くことを確認して、もうそのファイルを公開させていただくという感じになります。 OK ですね、これも動くね。 OK、 はい、次行きますもう早い早い見切りが早い。 OK だね、OK ありえないこういうのも楽しいなぁあ、違う、そっちじゃない、そっちじゃない、バックですからね、バックですからね、はい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 、ゴーゴー、こっちじゃないわ、こうだね。まあ多分今日の配信のメインはこれですね作業自体はもう本当に早く終わったので、 OKOK。 まああと最終というかね、一番最後にここさ、なんでこのラインなの、すごい気になってきた。まあ。これは後にしよう。後にしよう。ほい。そう、このぐらいの距離が理想なんですよね。16番。16番結構理想ですね。ちなみに、あ、やっぱりまあまあそうだよね、OKOK、おー、伸びてくるすごい伸びてくる、はい、OK です。16番のこの点の置き方をちょっと後で見ましょうかなんだこのこういう車いるわいいねだいたいこの辺をめがけて照射してるので OK ですね、 OK ですね、はい、もういいでしょう、 OKOK。 今さ思ったけど、ちょっと待って、だて今さ思ったけど、これあれじゃない、わざわざやってるけども、これでやったらいいんじゃないか疑惑はねマップだけのやつ、マップスクリーン、どこだっけ、あ、これか、これの
今こういるでしょ。ああこれをですね、こういう感じで、はい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 、でヘディングをうまいこと、んでもうちょっとだけ左に、まあでもこれはこれでむずいね。 OK、 どうですか。 OK ですね、 OK ですね、 OK ですね、よし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 、ういいいね初めからそれやればよかったっていう、まああとね、あの一回一回あのスポットで呼び出すっていう手もあるんですよね。まあそれでいきましょうかなんで僕これやってんだっていう話12、ほい。でもねこれわざわざ読み込み直すからな、ちょっと時間かかるのが嫌なんですよね。いろんな方法をトライして何がいいかっていうのをちょっと探る。 OK ですね、これも大丈夫ですね、動いてますね、ういういうい、 OKOK、 はいはい、まあまあこれが一番早いか今気づいてしまっただからこれは別にあれですよね、これやらなくて全然いいっていうことだから。なるほどなるほど、うん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 なんで最初のあの一回一回やってたんだろう今になって思うとねあれですけど、 OK ですね、11番、はい OK、 チェック OK なんだ最初からこれでやりゃよかった、はいめっちゃ楽な方法があったじゃないですかっていうね。ああ。コーヒー欲しい。OK、 これも動く。 OK、 次今10でしたっけ、10まで行きましたね。あーそうだわ、気になるな、やっぱりあの7番ないの、7番ってないよね、あの表示ないよね。まあこれだけつけましょうことのついでだ、これだけつけましょう、うんうん、ドレイプドローカライザー、ロックサインですよね確か。10番来ました、次9、ほいほい、ゲートの動作チェックですこれね、作業をずっと続けてるとこんな感じになるんですよOK ですね、 OK ですね、よし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 、ういうい、9番 OK、 次こんな、なんかもう次々にスポット変えていくなんてまずね普通のゲームでやらないですからねさてさて、まあでもまあまあこういうのもね、 OK ですね、動くね、 OK、 はいはい、次 A スポットナンバーがない7番、 OK です、7番、24からもう順番に来てますよね、 OK、 残り通行ですね、やっとゴールが見えてきた、はい次ドーン、OK、 動作チェック終わり、いいねいいね、今のジェットウェイだね、よし、ほい、次OK ですね、 OK ですね、はいはいはい、やっとなんか最適化されてきた遅かったな、ほい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 、次次、5番、
あそこら辺はね別に青空駐車のところは別にね全然いいから、まあゲートがあるとこですよね。もっと言うとちゃんとランプスタートの設定してあるスポットっていうのはオート DGS が必ず反応するようになっているので、まあ、そこら辺は、まあ、心配はいらないかなという感じですね。よし、次。おい、5番まで来た。あとちょっとだ。よし、いいよ。さてさてさて。おい。OK ですね。はいはい。いよいよ。OK ですね。はいはい。次。3 left。 うん。チェック the movement of the jetways。 うん。 looks good。 looks good。 Only 2 left。 Yes。 So it is a very tricky ones、which is spot 2 and 1 because has a little bit different way, especially spot 1 is、a lot of question mark、for me, which is、I don't know if、it is correct、correct one、correct direction or not、but、according to the photo of、Century Airport, which is so far away to、from、spot 1, so it's hard toyou know, specify to you know the how the jetway comes and that works, but、hopefully it will、correct and、it is a way too different because、usually.The jetway comes from the、left side, but、in this case is、comes from right side. So I don't know if it works or not. さ、ここがちょっとだよね。やっぱこれは来ないよね。これ一応照射的には合ってんですよね。いやーそうだよね。あーこれはちょっと知れて。オッケーオッケー、よかったよかった。これどうやったら来るんだろう。そうですかそうですか。1番、やっぱりそうだよね。一応だからどういう感じでつければいいのかなというのがちょっとね僕の中では疑問だったんですよ。これ本当動くのかなっていう。一応照射的にはこんな感じで、まあまあスポット的には合ってるという感じではあるんですけどもね、なんかこう動いてないですよね普通に。だから右からは来れないっていうことなんですよね。これなしでいいかな。一番はもうなしでいいかな。多分こっちからも多分来てるんでしょうけどね。一番スポット用のジェットウェイはまあまあ、でもライトサイドはなんかこう来なさそうな動きだったので、これ今ねコマンドを送っているものの来ないんですよね。これもしかするとちょっとトライしてみましょうか。なんかこういろんなことこのジェットウェイねプランとしてはぐるっと回してくる。
ぐるっとここから回してこうね、左に持ってくるっていうような感じでやろうかなと。もうありえないですけどね、うん、ありえないですけども、もうそれぐらいしかちょっと方法がないかなという感じで、多分このね、街灯というかこれライトのオブジェクトもちょっと一回のけて、まあね、ちょっと不自然というか絶対現実ではありえないことですけども、まあでももうなくしちゃうっていうのも手ではあるんですよね。うん、これどうしようかな、動かないんだよね動かないのよね、やっぱりだよね。もう来てないもんね。普通のジェットウェイがね、ちゃんと動くところではこれが来るんですけど、グレーアウトしちゃってるんで、やっぱ右は反応しないということが分かりました。ああ、なるほどなるほど、そうか、ちょっと悩みの種が増えてしまったな。そうね、でも来させるとすると本当だからちょっと待って、迷路みたいなことにしようかもう絶対現実ではありえないけどちょっとね、面白いことをちょっと思いつきましたこれね、動くかどうか知らないですよ。もうそれ云々はちょっと気にしないことにして、あ、これじゃないわ、そうね、ちょっと一回エクスプレイン自体は落として、もう一回でちょっとね、ウェット見て、じゃあどういう感じかっていうのを見ていきましょうか。こいつが来ないっていうことは分かりましたので、ちょっとこれは一回消しましょうか。ジェットウェイこれですね。まあ消すというより、まあ一回ちょっとね、姿をくらませましょう。でジェットウェイのあれですよね、ファケードこれをね、何をしようかっていうと、これどっちから行った方がいいのかな。ここ、これを避けるために、1、2、3、4。こういうことなんですよ。ドン。もうありえないですよ、ありえないけど、とりあえずゲーム上のあ、鹿さん Thank you so much for looking on Google. There are no jetway. あ、 Thank you so much. Thank you so much. Okay. If jetway is available, it might be the very very you know, confusing. And, The solution is like that. So, okay. Thank you so much for telling me. I was so relieved. どこ行ったっけ？あ、3D プレビューね。実際に見てみると結構面白いと思いますよ。これ。どんな感じになってるかというとね、こんな感じです。いやーっとね。なんでこんなことにOkay、これはね、ここはジェットウェイなかったということで、まあそりゃそうだよね。ここなんか安い LCC というかね、 あそこばっかりなんで、ね、よかったよかった。 Thank you so much. The problem solved. Yes. So you don't need this jet way for spot one. So yes. So yeahall the things I have done is completed on jetway, so yeah, it is a very close to the release at first on my Discord of this channel. So and the left walk is
The only thing I got to do is this spot number, which is 7, but no 7 mark on the jetway, on the taxiway. So I put on that. And where is this object located? あ、これですね。はいはいはい。8番とかその辺のやつをちょっと選択しつつですね。で、トゥレイプとロックサインズで、これで7でしたっけ ?7 ですよね。そうですよね。だから7番をちょっと選択しておいて、なんかこの選択の仕方もなんかあるんですよね。よくわかんないですけどね。よし。とりあえず7番ですよ。これ真ん中に配置してるよね。オッケーオッケー。なら、まあ、こんな感じ。はい。みたいな感じで、ほい。OK。そんな感じですね。OKOK。で、まあ、ちょっと、まあ、微調整。はい、adjust the little bit adjustments. Yes, okay. Little bit bigger than others, so slightly smaller like this. Still is bigger. Okay.ああ、間違えた。こんなもんかな、とりあえず。いや、もうちょっとだね。もうちょっとだね。Anyway, thank you so much for、searching on Google Earth, Shika さん。Really helpful. So I really appreciate that. だいたいまあ辻褄あったね。OK だね。だいたい、あ、まあそれでもな、ちょっと大きいのかもな、どうかな。ちょい大きい。ちょっと大きいね。7番、主張強めです。まあいいんですけどね。ああ、ごめんごめん。斜め向いちゃうとね、今度はちょっと話が違ってくるので、あ、こういう感じで変えれんだ、この線持ったらば。ああ、なるほど、なるほど。ああ、それでみんなあれ、まっすぐにしてんだね。ああ、それそうだよね。そうしないとね、まっすぐならないもんね。ある程度、この、ね、短辺というか、あれを持って、はい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 。どうです？シカさん、Great work. Really appreciate that. As I said. これやり始めると本当ね、これが苦手なんですよね、僕。このスポットのナンバーとかをね、きちんとこう、もう本当まっすぐに置ける人っているじゃないですか。それが僕できないんですよね、今、まだ。Okay, I think it's done for now. Yes, it is just temporary, so it's going to Yes, as you can see there, now it has a proper jetways on every spot. And I really Actually, I had changed some elements, especially on parking. Right now, you can see the parking is very, square.
But on scenery, you can find the rotated parking, which has a rotated you know, pavement or something like that. So, but all the stuff are now square. So, and some adds some fenced parking on the north side, and also updated to the latest facilities on next spring 12. よし、ではそんな感じでエクスポートしまして、とりあえずこのバージョンですね、もうそれこそシカさんがおっしゃってくれたね、ジェットウェイ動けばいいなという、目的は達成しましたので、これでね、最後のチェックしまして、でまあ、OK かなという感じでしたらば、また、ね、例によって、この配信のディスコードの中で、配信、配布するという感じにしますので、とりあえずまた Xplane を起動するという感じですね。一応最終チェックという感じになります。まあ昨日に比べたらね、結構作業量も本当限られたところなので、でまあ厳密に言うとですよ、厳密に言うともうちょっとね、全部のスポットでもうちょっとこうジェットウェイをもうちょっとね奥にしたいんですよ。で奥にして、かつ照準だけこっちに持ってくるっていう操作を僕実は覚えたんですよね覚えちゃったという、感じです。でちょっとねそれもやりたかったんですが、まあ、ちょっとねとりあえずの目標は達成したと。まあね、やっぱり動くジェットウェイいいですからね、それにとりあえず買いましたという状態のものを、最後にちょっとねリビューして終わりという感じにしましょう。まあウェットの作業ってね、結構本当に地道な作業になりますですし、まあね分かる人には結構分かるんですけども、分かんない人にはまあピンとこないんですよね。悲しいことではありますけども、だからどういう風なプロセスをしてどんだけ手間がかかってるかっていうのはね、この配信を通して分かっていただきたいなと思ってやってるのもあります。はい、So now you can see the proper This is Xplane 12's screen. Right now it is the latest work of mine, which has, you can see the movable jetways, and it placed on the right spot, and also the newer building asset. And also, as I said some moments ago, I changed the parking asset for the square one. Not only the square one. As you can see, I add some asphalts on parking. As you can see, far south parking is a little bit, exception. Yes, and I add some asphalts under the tower. But other than that, the same as gateway scenery released on 2018, which is very, some places are outdated, which is, as you can see, the expansion area. I add the taxi
kind of taxi area, but it has not assigned yet. And this works, you know, it takes a long, long time. So right now it is untouched. So yeah, as you can see, the movable jetways and newer stuff are available now. So after this stream, I will upload on my Discord channel as usual, and hopefully you like it. And you know, thank Shika-san's information. I removed the jetways on jetway on spot one. So yeah, really helpful. Thank you so much for that. Okay, right now the review is almost over, and I think it's not awkward point. As you can see, I add some markers on spot 7 and spot 9, which hasn't the markers. So I added that, and you can find very easily to, you know, proper spot number. All right. Okay. I think it's looking good. あ、そういえばここもさ、あ、14番だからいいのか。あ、これいいね。別にいいね。はいはいはい。これ13っていうのないんだよね。確かね。OK。OK、it's done。これね、OK ですね。よしよし。Okay, it's finished that today's working on the Gateway Sceneries edit by World Editor. So it is a kind of unusual stream compared to, you know, normal. But yeah, hopefully enjoy that kinds of stream, and I had tons of process to edit the only the jetway. It takes a lot. So yeah, but yeah, hopefully you use that, and I also enjoy that gateway scenery as well. Okay.ということでですね、とりあえず、まあ、目下のね、今日の目標、先ほどもちょろっとね、出しましたけども、これ、ちょっとまた変えますね。さあ、読み込むかな。ちょっとお待ちくださいね。さあ、ということで、まあ、今日の、ね、目標であるこの、動くジェットウェイにするというのはですね、今日の配信で、全部終わりました。まあ、なので、あ、ちょっと待ってくださいね、スライドが違うスライドが違う。これですね、まあ、なので、まあ、今日のね、配信でやったことというのは、まあ、目標が達成されたということで、まあ、この、状態のバージョンをですね、先ほどもちょっと英語でも言いましたけども、僕の配信のディスコードの方で、頒布いたします。こちらは、まあ、ご覧の通り、
ね、先ほどの配信ご覧の通りゲートウェイシーナリーですね、最新のゲートウェイシーナリーをエディットしたものとなります。で、まあ、おさらいとしてはですね、まずエクスパンションエリアに関してはもう手つかず、とりあえずそのエリアだけ区切ったっていうだけで、置いておきます、まあ、これに関しては結構時間がかかるかなと思いますし、僕のまだ方法がわからないということで、もうこの状態で1回、打ち止めということにさせていただいております。動くジェットウェイにして、で一部スポットにマーカー配置しまして、まあ、動くジェットウェイだけじゃなくて建物のアセットを変えたという感じですね。で、まあ、ちょっとこう建物的にね、くっついてない部分とかも結構あったので、まあ、その辺はちょっとまあクイクイッとこうね動かして、まあ自然に見えるようにしましたというような感じの作業をやってまいりましたのでね、まあ、セントリア飛ぶ方はですね、ぜひぜひ使ってみてください。まあ、とりあえずのこのバージョンとしてはまあね、エクスプレイン12飛ぶ方にとってはいいかなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。さあ、ということでちょっと今日の配信はね、ちょっとまあ、突発というのもありましたし、まあ、やる作業自体もかなり限られてたということでしたので、この辺で、失礼させていただきます。さあ、ということで、今日の配信ちょっとね、いつもよりは かなり短めとなりますけども、お楽しみいただければ、幸いですとともにですね、突発にもかかわらずですね、鹿さんですね、 Thank you so much for stopping by and comments and also the information of Century Airport Jetway, so really appreciate that and as I said really helpful informationAnd I will upload the latest edited gateway scenery onto my Discord channel. And hopefully enjoy that scenery as well. さあ、ということでね、今日の配信この辺でという形にさせていただきたいと思います。まあ、今日ちょっとね、突発でやったのはですね、おそらく、ここから週末にかけて、配信ができないので、ちょっとね、まあ来れなかった方はぜひぜひ、アーカイブの方でも、お楽しみいただければいいかなと思います。まあね、結構簡単にやってるように見えたかなとは思いますけども、簡単にやれるようになるまでは意外と時間がかかってますよという感じでね、理解していただければ幸いですし、簡単にできたとしてもこうね、やっぱり先ほどもちょろっと言いましたけど、建物のアセットを一つ一つ変えていくって一言で言ってもね、結構手間暇はかかりますんでね、はい、まあそのただのゲートウェイシーナリーではないということもね、これちょっと繰り返しになってしまってね、申し訳ないですけども、理解していただければいいかなと思います。はい、ということでね、まあ次回の配信は今度こそ飛びましょうまあ一応そのね、セントレアがね、なんとか、まあ、形にはなったということで、一応それを目指してね、またわしが直したシリーズですねやっていきたいなと思いますのでなんかあれですね、まあ、それでいくと本当最近なんか以前の配信では考えられないぐらい2本飛んでますねどうしようってな感じにね、なるかなとは思いますけどもね、おそらく、週末できたとしても日曜日、これもねちょっと、別の予定が直前に入ってますので、またまたできたとしても突発になるかもしれないという感じでございます。確実にできるかなと思っているのは週明けぐらいですね。はい、ですので、またね、できる際はですね、Twitch の方、チャンネルフォローしていただいて、かつですね、チャンネル、の通知がですね来るように、しておいていただけると、ストリームが始まった瞬間にですね、携帯の方にもですね、お知らせがいきますので、そちらもご活用ください。そして、YouTube チャンネルの方もね、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。
そしてこのチャンネルではチャンネルドネーションの方も受けたまわっております。役に立った、面白かったと思う方はですね、ぜひぜひそちらの方でもサポートいただけるとですね、とても励みになりますし、まあ、ぶっちゃけ言うとですね、そういう方はですね、ディスコードのチャンネル内で、結構高めの、権限を与えられている方がほとんどとなります。まあ、ちょっとね例外もあるんですけども、はい、そういう、まあ、優遇特典的なものもねありますので、はい、よろしくお願いいたします。ということで、ご覧いただきありがとうございました。お相手はつてつてこと哲也田中でした。それでは良い週末をお過ごしください。 See ya!